地元での決勝進出おめでとうございます。ありがとうございます。前回の悔しい思い取り返しましたね。うん、まあそうですね。でも前回は決勝乗れなかったのと、さらに最終日落車なんでまだちょっと決勝乗っただけではまだちょっと足らないですね。このシリーズ2日間どうですか？うんま、昨日も今日もあの2日間通して一応前の選手を抜けてはいるので悪くないと思います。決勝戦はどう戦いますか？はい、あの準決勝同様、寺沼くんの後ろで頑張りたいと思います。 この2日間のレース振り返っていかがですか。そうですね。足はいいんですけど、ちょっと組み立てがいまいちですね。はい。準決勝も楽な展開ではなかったですよね。そうですね。苦しかったんですけど、なんとか決勝戦乗れてよかったです。地元の寺沼選手、かなり好気合のようですが。そうですね。点数も上がってきて。もう強いですね。はい。これまで対戦したことは。対戦を初めてですね。連携は。 今年の最初にあるんですけど。まあ、強くなったなとはい、思います。特選から2日間走っていかがですか？そうですね。まあ、昨日は先行できて、今日はまあなんとか届いたっていう感じですね。準決勝後方になった時、どんな心境だったんでしょう？ちょっとやばいなと思いましたね。でも力ありますねいや。もうなんとか届いたっていう感じですね。 決勝戦北日本一人ですけれどもどう戦いますか？まあ、気楽に優勝を狙って走りたいです。地元での決勝進出おめでとうございます。ありがとうございます。2日間いい走りされてますね。まあ初日はあの深井さんに迷惑かけたっていうのはちょっと反省点あったので、まあ、今日はしっかり修正できたと思います。まずは目の前の目標です。決勝戦対戦メンバー印象どうですか？まあ みんな強い人ばっかりなので、まあ自分は自分の仕事をしっかりまあ果たして優勝できればいいなと思ってます。二日間の立川での走りいかがですか。そうですね、初日よりはいいんですけど、いつもよりはあんまり良くないですね。準決勝は地元勢を手厚く援護してくださいました。そうですね、もうやばくて四着かなと思ったんですけど、ビサ三着で良かったです。 決勝戦はどう戦いますか。えー、地元の三番手で、はい、今日と一緒に走ります。連勝での決勝進出です。今お気持ちどうですか。そうですね。本当できすぎですね。はい。いい動きされてますね。そうですね。きょ、今回は見えてる感じですね。はい。決勝戦の位置はどうなりますか。高越ラインで、えっと、原田君、伊藤君の三番手で勝負したいと思います。2日間のレース、いかがですか。 えまあ三着二着と連に絡んでいるので悪くはないと思います。決勝戦はどう戦いますか？あの同県の後輩のデザーが頑張ると言ってるので、えっ、ー、と期待して信頼してついてます。一着二着で決勝進出ですいかがですか、えー？まあそんなに調子良くない中走れていると思います。決勝戦メンバーの印象どうですか？いやもうみんな強いんで頑張ります。 どう戦うんでしょう。そうですね。まあ、あの前々入れるように佐藤さんつけてるんで、頑張ります。安定してますね。いや、もう前のおかげです。決勝進出続いています。そうですね。流れはいいと思います。決勝戦どう戦いましょうか。う初日同様、原田君が前で頑張りたいって言うんで。あの後ろ、つきたいと思います。 では決勝戦の意気込みメッセージをファンの皆さんにどうぞまた原田君と確定版乗れるように頑張ります応援よろしくお願いします